こんにちは、くんです。ということで、今回は、なんと、こんな絵や、こんな絵や、こんな絵を描いている、実はね、動物組で、めちゃくちゃ絵が上手い、うじょうくんと一緒に、ガーティックフォーやっていきます。うじょうくん、お願いします。こんにちは、お願いします。お願いします。なんか、いいね、なんかこう。元気ですか？え？何？急に、本当に元気ですか、僕。あー、そうだね。じゃあ、やろうか。今日俺、学校の先生テンションでやった方がいいかな、俺。さあ、じゃあやろうね、みんな。先生、これどんなお題書けばいいですか？いや、もうそれは自由です。おぉ。以上いるから、別に50人クラフト話題でもいいし、ニートム飲んでもいいし、なんでもいいよ。やっと！どうしよう。なんか迷うな。てか、何書こうか。やべ、思いつかない。ゆっくり考えてもろて。オッケー。まだ何も思いつかない。あ、マジで。めちゃくちゃいいお題が思いつきました。これで行かせていただきます。誰に流れてくるかな。でも一人悩みすぎだろ。いや、なんかめっちゃ悩んでるぞ。うじょうか？俺だ、俺。いや、俺じゃないっすよ。ごめん、みんな。何も思いつかないんだ。え、早くしろよ、早く。もう終わるよ。あー。うわ、これやばいわ。え？普通に、やばいわ。普通になんか思想強いな。そういう系なんだ、うまさんとも。こんな感じじゃなかったかな。こんな人の顔、むずいって。それは、現在生きている人間ですか？アキネーターみたいなやめろ。部分的にそうじゃない。あ、今日キレあんのよ、うまさんのツッコミなんか。あ、マジで。キレありますね、なんかね。調子いいかもしれない。あ、やべ、顔が真っ黒になっちゃった。え、思想強いとそれ関係ある発言ですか？いや、ないです、別に。肌が黒いとかそういう話じゃない。ごめんね、どういうこと？肌が黒いが思想が出ないと。いやいや、いや、もう、やりましょう。うじょうさんがゲストだから、うん、僕のね、話はもうそこそこにしよう。まあ、確かに。そうそうそう。え、うじょうどんなお題来たの？結構難しいの来た？おい、あんまさ、邪魔してやんなよ。今、創作の時間だよ、うじょうの。あー、申し訳ない。でも口慎むわ。いや、簡単。あ、簡単なんだ。書き慣れた。おー、書き慣れた。あ、やっぱ俺クソ下手だな。ちょっとどうしようか。連れてくる人間違ったんじゃないの、インテさん。これダメかもしれない。俺本当に今まではお題に沿われた内容を最低限そう伝える、最低限伝わることをしてたけど、別に伝わってなかったね。いや、伝わってて、受け取り手に問題がある、今までは。でも今回は俺側に問題があるんだって認めるわ。認めざるを得ない。お前悪いからな。今回は俺が悪い。いつもは認めないけど。気になるなぁ、どんなやつ来たのか。ちょっと、過去一下手かもしれないわ。いや、いいわ。いけるいける。多分、分かってくれる。なんでこんな難しいので出したの、これ。誰だよ、これ。誰から来たんだろうなぁ。どう問題だろう。ウジョって今何で書いてんの？ペンタブみたいな。クロームブック。あー、すごいね。現代だね。やべ、聞いたことなくて何も言えねえ。いや、お前は聞いたことあってくれたろうから。ちょ、今ググる。クロームのローってさ、R？ どう何の話してんの？いや、今、クロームブックどんなやつかなと思ってググってて。あー、クロームってこういう字か。カタカナ？いや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 、ごめん、俺がクロームっていう字を理解しなかった。普段何の使ってるの？エッジ？いや、クローム使ってるけど。一瞬で出てこないんだよね。間に合わねえ。あ、これか。あ、すげえ。かっこいい、クロームブック。間に合わないよ。いや、なかなかいい絵が描けたけど、このお題出した人、特定個人への恨みが見えますよね。そんな話してるの？狂気的ですね、これ。そんなことある？よし。さあ、来るぜ。一体どんな絵が流れてくるのか。いや、これどうだろうな。いや、むずい。最大限なんだけどな、これが。あー、ね、え、これやばいだろ、これ。思想強っ。でもなんだろ。え、これ馬うじょう、お前天才だろ。うじょうじゃないか、ある。いや、うじょうだよな。俺じゃない。いや、お前だよ。なんでわかるんだよ。俺じゃない。いや、お前だよ。俺、とんでもなくさ、なんか残酷なフンさんみたいな絵流れてきたんだけど。何？いや、なんか動物組の絵なんだけど、なんかフンさんだけなんか異常な絵で来た。違う、これ時間足りなかった、ごめん。お前か。この絵くんさんっぽい。おお、絵のなんかイラストの画風メタされてる。なんか何なんだこの。見たことある。おお。ダメだろこれ。ダメだろこれ。何むず。むずいわ。ちょっと待って、どういう。ちょっと待って。個人への恨みあるの本当に。え、あの思想強すぎてこれ書いていいの？いや、もうそれはお題出した人が悪いよね。まあまあ確かにお題出した人が悪い。まあ書くしかないんじゃないだから。おど。え、じゃむずい。あ、いいね、なんかあのうじょうさんを悩ませるお題が存在するらしい。え、どんな顔したっけな、あの人。見なかったかな。見ないよね、あの人の顔。ね、こんなんじゃなかったっけ。違う。書いてることが矛盾してるんだよね。
俺へのお題。矛盾語なんて言うんだろうな。え、どういうことだろう。なんて言ったらいいんだろうな。大丈夫、もうちょっと交代してたっけこの人。いや、ね、ね、まあまあ何の話か、まあ俺もわかるそれ。ちなみに俺もわかる。こんぐらい、苦しい。誰だよこんなお題出したやつ。多分俺だわ。お前かよ。なんか俺の気がする。わかんないけど。いや、思想性のこいつぐらいだからな。実際。確かに。三田天生とコノさんぐらいで、ね、アウトなお題出すの。思想強め。薄いね。じゃもうちょっと色薄いわ。さすがに。ここまでこれ松崎しげるだわ。何の話してんのお前は。しげるだよだわ。あ、しげるね。しげるか。わかるわ。わかるっしょ。そうきたか。宇宙さんもわかるっしょ。え？え？言ってなかった。あ、もう集中してるからさ。集中してて。ゾーンに入ってる。ああ。創作がね、止まらないみたいな、ね。国戦出た。なんでもない。馬さんどうした？なんでもない。いやいや拾わなくていい。なんでもないって言ったじゃん。あ、わかる。あ、呪術会社のネタね。わかるわかるよ、わかるよ、わかるよ。宇宙の話、宇宙の話。だから領域展開とかじゃないの。やってみて、ちょっと馬さん実際に。宇宙って漫画何が好きなの。漫画こういう逃げ方するんだね。逃げたな。でもマズラハギさん何好きなんですか逆に。お、カウンター来た。おー、いや確かにマズラハギでも気になるよな。で笑って筆がちょっと。え、僕の好きな漫画、マズラハギ来たもの気になるわ。勉強してるから漫画とか読めないでしょ。僕も呪術廻戦好きっすよ。どうでもいいわ。気になるのって言ったら食べて。ムサ見てるならやめようかな。どんな色だったっけなこれ。あー、もうこれは非常にいい絵が描けたような気がします。僕はね、時間との戦いでもありますから。これ編集する人かわいそうだな。まずやばい、打足すぎたなこれ。あまりにも打足だった。あ、これはマジで、あの、いい絵が描けたと思います僕は。おー、はい、これで分かんなかったらもうそいつが悪い。伝わると思います。これは、あの、来てくれ来てくれ、結構伝わるんじゃないですかこれ。変なの来ないでくれ。あ、やべえ、俺お題読み間違えた。おっと、あと2秒とかだよこれ。ちょっとこれは描き方が、あ、うまっ。何これ何これ何これ、ひどいひどいひどい。待って、俺より絵下手なやついる、これ、この中に。何これ、俺より絵下手なやついるぞ。おい、でもお題間違えてないです。絶対絶対陰キャだわこれ、絶対陰キャだわ。もうね、しょうがないじゃん、本当に下手なんだもん。何やってんのこの右側、手抜いてるとこじゃなくてガチでそのレベルですからね。もう俺、いやでもそれはお題が悪いよ。ちょっとわかんないけど、なかなかいいお題だった。マジで分からん。めっちゃ痛そうなの来た俺。痛そうなのに。これ大丈夫なのか。あ、待って、これ馬さんか。いや、出来横だ、ね、どっちだ。いや、これ多分出来横だな。いや、もう俺は、もう、ちょっと真面目に書くか。何これマジで。わかるんだけど、真面目に書いてない。俺ちょっと真面目にちょっと説明するわ。さっきまで荒らしてたってこと。ちょっと荒らしてた。若干ね、ちょっと荒らしの節はあった俺。荒らしたん。じゃあこっからまともに。こっからはまともに。あー。なんだこれ。え、これさ、なんでこの期間が指定したの。ちょっと待って、この期間って違うよ。あれ、そうだよな。なんでこいつ、このって考えた時にやっぱそうだよね。あ、どういうこと。なんだ。あ、そういうことなんだ。ちょっと何もわかんないですけど。どうするか。やばい、むずいよ。わかんねえ。どういうキャラクターデザインしてた、こいつら。あー、こいつらってことはあれが来たんだろうな。あれだな。わかるし。わかんねえわ。何の話したの？詳しく説明してくれよ。政治宗教の話だね。そんなお題を紛れ込んでんのかよ。いや、もうこいつ。それお前だろって書いたの。あれ、お前なんだよ。最初作ったのお前だろ。なんで？信用がないから。ガチで心当たりない、俺のお題、そんな関係じゃない。え、これはさ、逆にさ、どうやって伝えたんだ、ここまでの人は。どう表現した、これを、逆に。直近でお題変わってつってのがあってた。え、そうなんだよね。いや、多分そうなんだよ。それなんだよ。だ、意味わかんねえもん、これ。これをね、答えた人はね、意味知らない。ねえ。いや、でも。知らない。合ってんのかな、ね、いや、合ってないよ。いや、こいつやん。まあ、そうだろうね。集団がなんだかみたいので察しがついたんだろうな。こいつやん。ちょっと、ガタよくしとくちょっとなんで。ありがとう。お前じゃねえよ。おぉ。こんなんだったっけ。これ書くの2回目なんだけど、一向にうまく書けないな、これ。この様子を書くの今日2回目なんだけど。こうにうまく描けない。キャラ指定されてないの悲しいから、勝手に白ハゲキャラクター設定するわ。後続頑張ってつなげてくれ。夏だけで愉快な仲間たちも描いておくか。これ血描いていいんですか。血だ、いいよ別に。俺も描いたから。大丈夫大丈夫。うん、俺も今から描くよ。俺も描いてるから大丈夫。あの、俺今日だけで血2回描いたもん。マジで。早すぎる。あれ、できよこのか。うん。血めっちゃ描いた。できたが2回描いてるってことは、出したのできたんじゃないんだろうね。おぉ、そこまで読まれましたか。いや、まあ、そりゃそうやろ。A の個人の血を流したやつが2人いるのか。暴力的すぎて耐えられない。あ、やばい、あ、時間が、あ、
やばい、また打足だ、これ。よし。愉快そうだね、いや、なんかキャラクター指定なかったから、最初は白ハゲ描くじゃないですか。うん、あの黄色く塗って慎吾の顔にした。バカ面白い。一体どんな絵が流れてくるのか。やべえ、結果発表めっちゃ楽しみ、これ。ウジョウだ、めっちゃ絵うめえ。いやちょっと待って、ウジョウのと思われる絵が来てねえ俺のところに。多分すれ違ってる。俺も見てねえな。すれ違いあるのかな、俺の伝わってくれ、俺めちゃくちゃなお題を俺は全て伝えた。めっちゃうまいけど俺わかんないこれ誰か。いや俺も表現が難しい。それは最後の最後に書いてから表現が難しい。でこれ何なの、これ奥のやつなんだっけこれ。あーダメだ、頭が悪すぎた。見る人間の頭の悪さを考慮してなかった。まあ運があるからねこのゲーム多少。来たぞ。結構文字書くのも時間かかってる、ね、最後クソ悩むやん。これで最後か。そうそうそう。さて見ていきますか。読み方もうまい。なんだろうな。まあこれか。ああそういうことか。いやそうなんだよ。13日の金曜日、ジェイソンにズタズタにされるインケ転生。うまい。これあれ俺ムキムキの子の陰気転生を語る斬首。あまあそうな、まあなんのこいつじゃやっぱ。そうで、コノいなくなった、コノいなくなったって。どこ行った？これムキムキの陰キャ転生をなたれ斬首に見えちゃって。直化される陰キャ転生。で、武将が。おおうまい、うまい、うまい、うまいって。なんで斬首されるの見なきゃいけねえんだよ。なんで事実改正になったんだ。いやなんかそんなシーンあったかなと思って。電気に浮かぶ宇宙のミニマムうんち。はい。はい。伝わるんじゃないか。自分の排泄物を観察する宇宙。ああ。ここで俺バラさないように真面目に書いた。いや伝わるはず。伝わる。なんでわかんない。どうも。伝わってんの。ウーコさん、おい、伝わる。はい。なんでこれ。いつもの。もの、ね、みんなこれ。しかもやたらトイレの絵がみんなうめえ。スパイクさん、すげえマッチョ。うわ、うまっ。おー、すげえ。いいぞ。はめ込みヒーローっぽい。はめ込みヒーローだわ。うまい、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 うまい。顔かわいい。ムキムキのスパイクと、多分俺は殺される。まあまあまあ、ちゃんとね。老婆やん、体型が。なんかおばあちゃんじゃん。マジをつけたスパイク。ああ、馬面が壊したか。これよかったのに、これ。壊したね、やっぱり。おばあちゃん。キムクジャラの DD が胸毛をむしり取る。ああ、そういうこと。これね。下手だったわ。なるほど、ね。そうだよな。そうなるのか。やっぱ。いや顔やまた血書いてるわ。いや肌色の加減じゃん。自分でなんか嫌すぎたんだけど。自分で D に。どんどん肌が日焼けしたメンヘラ D に。ああ、でもちゃんと伝わったよ。分かった。思いつかなかった。だから増税ってメガネ書いてる。本当だ。岸田首相手に召される竹島、いや韓国。うまい。ああうまいね。どうなる？あ伝わんね、岸田総理。うまっ。いいな、ね、ここ。竹島、結構急いで、奥に習近平。習近平がなんか後ろで議長。中国の後ろ盾があったんだ、これ。なるほど、そういう後ろ盾があったのか。知らなかったわ。ワイワイバローすると思ってた。ええいや、バロラントが通じてないわ、これ。うんさんの顔が。ああ、通じてる。ここまではセーフ。うわ、俺の。やばめっちゃうまっ。かわいい。かわいい。こういうタッチもいけない。ダブル以上して。ダブル。国際テロリストに。ダブル。世界保健機関が指定するんです。全く意味がわからなかった。もう全く意味がわからなかった。もう絶対にしちゃったもん。いや、合ってる。でも合ってはいる。間違ってんだ。いやいや。ちゃんとやって、俺。あ、そういうことか。ああ。おお、うまい、うまい、うまい。あ、合ってたんだ、でも。ああ、まあ、ちょっとずれたけど、でも、あ、でも、なんとか。この陰キャ転生の絵がゴミすぎて、ちょっと。俺の最大限なんだよ、これが。間に合わなかった。いや、陰キャの絵がひどすぎて間に合わなかった。え、なんか、あれ、シンゴ？あれ、シンゴ？シンゴ、車椅子からバイクでライドオン。なんか、馬面はぎ壊してない、なんか、ゲームを。俺
は陰キャ天使の絵が分からなさすぎてちょっと間に合わなかったんだって。いや、うまずが壊してる気がする、これ。いやいやいや、なんか、ノリ違くない、なんか、うまずらはぎだけ。2人の周りイヤホンが外れた。え、もしかして俺の絵って下手だったりすんのかな？え、うん。でしょうね。え、何にしよう。どうしよう。いやー、宇宙に届いてほしい、これ。どんなやつだ、まあ、みんなまだ悩んでるから、大丈夫。俺はもう決めたぜ。よし、いけるやろ。いけるやろな。大事だね、お題ね。さっきので学んだわ。うん。伝わらないお題は伝わらない。待って、待って、なに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 、ちょっと待って、うわぁ、なんか長文来た。俺、これ俺じゃなかったら、俺じゃなかったらって、1時間ぐらいこの絵に時間かけたらいけるわ。手抜けねえよ、この人。この人、ふむふむふむ、考察がはかどりますな。考察してくれ。あれだな、髪型スカイのフラッシュみたいだな。フラッシュが髪型って何？どういうこと？スカイみたいな髪型じゃなくて、スカイのフラッシュが髪型なの。ガイディングライトみたいだな、この人の髪型。うん、何描いてるんだこいつは一体。ガイディングライトだよ、マジで。これめっちゃパンクロッカーじゃん。わかんねえけど、ガリみたいな髪型。な、何これ、ちょっと待って、ガチで知らない、ガチで知らない。ちょ、今日はグーグルに助けてもらいます。知らないまで時間かかりすぎだろ、っていうか、お前。4分の1の時間で。3段構成なのよ。長っ。どういうこと、どういうこと。だから、超分。まあね。まあ、誰が書いたのか。お前か。まあ、わしやから。ジェキさん、めっちゃハマってんね、これ。俺、見てないんだよね、それ。別に、予告も見てないかも。ちょっと匂わせてか、俺、今回、普通に。俺の絵ってもしかして下手かな。だからそうだって言ってんじゃん。そうだよ。いや、そうだって。遅いだ。視聴者の皆さん、これちょっと俺の絵が上手いか下手か評価してください。これ今の、今までちょっと上手いって思ってたのがやばいんだよ。いや、伝わってはいるなと思ってた。でも今回ね、伝えるのも大変かなって。おー、ちょっと待って、やばい、むずい。難儀してるね。なんか人間の絵が一番難しい。いや、むずい、むずすぎる、むずすぎる。なんかもうやべえ、キャラクター出すな。うわ、なんかこういうタッチのあれだわ。絵が上手くないのに絵描いてる女子中学生の自由帳にありそう。めっちゃやばい。そんな苦しいもの描いてるの、できさん。なんそんなディスる必要があるの、そこで。女子中学生、目だけめっちゃ綺麗なやつ。そう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 、もう一面目の練習してるみたいなページで。いや、まあこれ伝わるからいっか。伝わる、伝わる。果たして本当にそうかな。伝わんなかったらやばいよ。ごめん、デキさん。伝わるかな、俺の。いや、伝わるよ。たんだけど。いや、伝わる、伝わる。いや、デキさんが見てないんだったらもう無理だろ。いや、思いは伝わるよ。いや、信じよう。マジ？うん。祈ろ。うおー、今、画面の前でめっちゃ手合わせる。おー、伝わらない。やっべ、俺こっから、もうあと一人書かなきゃいけないのに。なんだろう。大丈夫。うまいね。やべ、終わんね。やばい、やばい。あと2時間ちょうだい、マジで。いや、もう、時間が。あ、むずい。間に合わない。時間ない。やばい、やばい、やばい。ちょっと、とりあえず、とりあえずこれ書くか。おお。最低限、俺が伝える。頑張れ。時来るぜ。来るな、来るな。やばい。来ました。やばい。5秒とかすか？はい、オッケー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 。伝わるかな、これ。ちょっと。今日だ。いや、おお。いや、できたはず、できたはず。もう頑張った。なんだこれ。なんだ、何これ。多分インキャさんかな、これ。ちょっと待って、あのね、数字書いてるバカいる、なんか。あ、俺だ。何が起こったの、これ。数字は何これ。いや、むずいんだって。何これ、マジで。あ、そういうことか。これ多分、ウジョだろう、ね、これ。これかなー、これかなー。誰だよ、これ書いたの。これ誰で、これ出来横？なんかさ、あの画面の上半分全部余ってんだけど。いや、じゃあ違う、俺逆に下半分しか余ってないもん。なんか、なんか良さすぎじゃない、さすがに。何これ。だからさ、これ何、この、この、これ、これ。これか、いや分かった、数字が出たってこれか。いや、そうそうそう、数字が出たっしょ。いや、出ました。なんだよ、それ。先生、どう表現するんだ、こいつを。ね、待って、僕、新潟にこれ生息してないからガチで。何、生息って何、生息って。そんな生き物なの。うん。いや、なんか。これ多分、都会の方にしか生息してない生き物がいて。ああ、そんな生き物がいるんだ。そう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 。ちょ、それをね。ゴキブリでしょ？いや、あ、でも、色は合ってる。わかんねえや。全然わかんねえや。このお題作ったやつムカつくから、なんかもう広告つけねえにしてやろう。全毛座にする、マジで。やばいやつ。なめんな、マジで。消費者をなめるなよ、あまり。どこにイラっときたの？いや、すべて。どんな顔だっけ。あ、俺一発目も二発目も同じ人書かされてるんだよ。やばい。うわ、俺これの薄い本作って来年コミケでよ。いいわ。感じた？才能。才能感じた。うまいわ、俺。やばい。おもろいな。あ、間違えた。間に合わねえ。やべえ。時間が。
やばいよ。何？何これ？ふんふんって何これ？何これ？ああこいつか。今わかった。いやそのまあ二部構成で二人書かなきゃいけなくて二組。またやん。お前また書き忘れるやんこれ。さっきの近藤さんみたいな。やばいひどいこれ。待って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 。やばい時間がね。これ。ああもうやばいこれ。通じるはず。自分で書いてておもろい。やべちょっとすぐ書かないと。やっぱ馬さんって面白いんだな。俺？馬さんめちゃくちゃおもろいわ。顔がおもろい。雑になったの最後。久しぶりに図形使った気がする。図形楽だなこれ。急げ。いやこれで伝わったらもうかんすごいぞ相手。伝わるわけねえわこれ。時間なかった。あ、編集者さん、これ、女の編集者さんだったらごめんなさい。なんだよ、これ。何これ、ひどい。美女、うまいな、これ。この右誰、誰じゃないの。え？また、ウマヅラハギが台無しにするのかな、みんなのしりとりを。いや、違う違う違う。これ、俺悪くないって、これ、絶対。どう見ても俺悪くないよ。誰が悪い？お前だろ、これ、多分。なんでだ、なんで。このクオリティはお前だろ。一番右、誰？え？てかさ、俺、ウジョウのが一向に回ってこねえよ、俺。確かに俺来てないかも。俺一回来た。いや来てないか。あのフンさんよくわかんないよね。なんかボワボワしてない。フンさんなんか顔の形状、顔の形状よくわかんないから、なんか鼻がすごい特徴的っていうのくらいしかわかんない。あのさ、もうだるいよ。もうなんでこんなに登場人物増やすの。なんかいや無理だよこれ。かけないかけない。オールスターみたいなことさせられるよな。知らないよ俺。これ俺がさっきまでいた部屋と別の部屋のガーティックホンなのかな。なんかお題のノリがマジで急に平和になったんだけど。さっきのねみんなもう満足したのかもしれない。笑って筆ずれちゃうって。だってあーはいはいはい。いやこれは天才的発想な気がする。発想とかあるの？いや、簡略化する。ああ、ね、まさかそれができないから遅いんで、いつも。こっちの方が圧倒的に難しいから。いや、これ絶対汚ねえお題が変化してこれになってるわ。今思ったけど、俺もそういう目でしかみんなのこと見れなくなっちゃったもん。いや、もうだそうだよな。なんで？いや、そうだわ。なんで？絶対汚ねえお題が変化してるわ、これ。みんなを信じろよ。そうだよ。いや、信じれない、もう。んだろう。ちょっと思い出せない人間出てきた。んだろう、どんなんだっけ、あいつ。そうだ。あ、マジか。そういうこともあるんだ。別に今の忘れちゃう、マジ。目見て話さないよな。おい、マジ、あの、この真ん中の生き物死んでるもん、無理やん。これ、もう最後の最後でどでかいの出されてる。あ、なんか違う人だ、これ。さすがにわからん。いや、もうここから、汲み取ってくれる気がしないんだけど、俺の表現力のなさに絶望した、今、俺は。あせえな。あせえよな。俺、表現力なら負けない。いや、ない。ないな、お前。表現力なら負け。伝わる書き方をしている。なるほどね。さっきまで伝わんないと言ってなかったか、自分で。俺は伝わる絵しか描かない。それをポリシーにやってますから。いつでも読んでください。伝わる絵を描いてほしかったらいつでも読んでください。なんだこれ。こんな感じか。この生き物って色何色なんだ。この生き物これや。うそやん。やめて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 。早いよ。待って待って待って。やばい、表現むずい。いや、まあこれでいいか。よし。でも伝わるな、これでも。これでいけるやろ。どうするしかなかった。いやー、むずかったー。ちょっと無理すぎ。何言ってんの？ああ。いや、やばかった。マジでやばかった。え、何これ？は？え、これ、え、これ何？何これ？何やってんの？これ、手前の。手前のはよく考えろ。ウジョウ殿、これ。これ何なんだ？うまいな。何これ？マジでわかる。手前のちょっと考えるか。手前考えろ。わかる。わかる。いや、いや、わかる。絶対言ってたろ、この。一番左がわかるはず。一番左わかる。そう。お、いや、なんかもう、あとメタ読み。メタ読み。メタ読みしろ。一番左やな。一番左に、二流に。いや、真ん中メタ読み。右は、こういうのに出てこなそう。え？おぉ。え、誰これ？頑張れ。真ん中なんだ。いや、こいつはこれなんだよ、絶対。え、誰？みんな困惑してる。俺なんか、簡単なの来たわ。いいし。おぉ。ナイスだ、ウジオ。お前の意図は受け取った。真ん中メタ読みならできるもんだって、そりゃ。あ、そうだわ。何の企画だよ、これ。右はガーティックフォンといえば。ちょっと待って。え、こいつら共通点何？いや、知らない。俺も知らない、そんなことは。ガーティックフォンといえば。待って、わかんなかった。右わかんない。何それ。いや、もう頑張ったよ、マジで。じゃあこれはああこれはでもいけるやつ。頑張ってくれたの。頑張らせたの。あーいやもうめっちゃ頑張った。これもう確実にわかる。ちょっと背景にもこのリケモン。でも結局あーでもいいでもいいよねこれ。やるねえ。ちょっと待ってこれなんか採用したい。これ何かにねえ。かわいい未公募でリケモンがめっちゃ怒ってる。いやでも対決になったよ。でも伝わってる。
ああ、えでもいけてるいけてないなんか。いけてるいけてる。いけてる。しかも力も D 将軍復活。将軍復活。そうそう将軍復活最後で将軍に戻った。なんかノリが違う。まずはバースコジラマイナス。これマジ分かんなかった。分かんない分かんない。ああ、触ったか。よかったよねこのマイナス1。やこれやばくないこれ。うまいっしょこれ。うまくねこれ。もうわかんないわかんない。落ちた。いやもう何もわかんなかった。いや惜しい。何も。これは陰キャが悪いだろ。ゴジラしかわからん。ゴジラ発作とりあえず。シーカオウシ。ああ。これやばいやつ一人いるわじゃ。すげえ、すげえ、すげえ、これすげえ。いやねえ、あの、カモスくんとかかけねえよ。いや、そう、いや、うまそら、いや、やっぱうまそら壊したわ。だからこいつだわ。いや、見て、これ壊した結果何が起こったかというと、俺はちゃんと頑張って、これに基づいて。おぉ、うまい。おぉ、うまい。あ、なるほど、そういうこと。コロさんか。そういうこと。そのシンクリティガントレット。いやー、やっぱ壊す人間いるんだなぁ。いやいやいや、馬さんさ、これ動物組なわけじゃん。水色誰これ？トム。緑って誰？で、緑誰？え、これ、ビビット、ビビット、ビビット。イオン薄ビビットにしては。馬さん、お前の気持ちはよーくわかる。あれ？え、今そうだよね。やっぱそうだよね。え？ああ誰かいるわ。誰かいるわこれ。え、これわかるよねこれ。やっぱそうだよね。こうやってまだ壊した。そう、まだインテです。壊したと。壊してない。いやまた。いや可愛い。アンパンマンにしか見えない。アンパンマンになっちゃった。インテ先生でしょ。インテ先生なくなっちゃった。アンパンマンになっちゃった。だな。アンパンマンだね。クソってなくはなった。伝わってはいた。プールで泳ぐウジョは水着のお姉さんに夢中。ほう。ああ。ウジョ。ウジョ生首だけやってんねもう。あおおおおお。おお。あれ誰かに。特定の。もういいじゃん。かわいい。どうやん。で、ウジョ。何やってんじゃねえか。マジクしてない。自分出した。だから都合のいい解釈してない。なんか、ちょっと思想が出たな。全然、ゲーゲーで苦しい。あれこんなの来たっけ？こんなの来てないよ。表現。あー、にって何？いや、これにしか見えねえ。いや、これ Z で Z。いやこのそうか。ああこれはダメかな。これはこれは真っ黒だねこれ。いやこれは。おおうまいうまいうまい表情うま表情うま。おもろすぎる。いやもうこれマジふざけてるってマジこれ。これでも頑張ったよこれ。これ頑張ってくないこれ。おおうまい。わかる。ホームレスホームレスじゃないよ。ホームレスホームレスがね。確かに。ああまあでもね一戦ディアリーみたいなものは残ってるまだ一応。魔術師。これ見てほしいんだけどこれどこが馬面ハギなの。あ確かに。いや馬面ハギでしょこれ。え怒った。馬面ハギでしょ。いや馬さんサンマだよね。やっぱ馬面ハギマジ壊したな。なんでだよ。僕が壊す前提に陰キャ転生がいるんよその伏線に。壊したな。こう二人が並んだらあかんのよ。馬面ハギもこんな感じでしょでもなんか先がとんがっててなんか。そうそうよ。頭。それはリアルな馬面ハギなの。ええどういうことね。合ってるじゃん。いやその魚の馬面ハギじゃあ。魚ってそういうこと？これマズラハギの本物の魚のマズラハギのこと言ってる。そうああならそれわかんないな。えそれ別に俺も全然文章でしか読み取れないんだから。今みんな理解し始めたらなんでそれで俺が悪いんだよ。みんな理解しなかったじゃん今俺が言うの。気づくかなと思って俺たち。魚のマズラ。おかしいおかしいおかしい。はいということでちょっと宇城ありがとうございました。はいありがとうございました。めっちゃ面白くなってよかった。めっちゃうまかったなんか。うまい。ね、うまいなんか。ちょっと必戦のやつもう一回見たい。あれ必戦のやつ。必戦のやつよかったよな。どこだっけ。これマジでいい。このなんかポチタドッグがマジでいい。この。ね。リケモン、リケモンうまいな。リケモンさんがちょっと。やばいんじゃん、もう。映っちゃった系で。
イケモン、イケモンなんかあの、なんかめっちゃ怒ってる感じいいよね、なんかこう。怒ってそうな感じがする、なんかめちゃくちゃ。静かな怒りを感じる。静かな怒り感じる、イケモンから。いや、おもろかった。面白い。はい、ということで、お疲れ様です。ジジイ。ジジイ、ジジイ。